サントリーオールフリーはサントリーのノンアルコールの炭酸飲料。サントリーグループのサントリービール株式会社が製造、発売元となり、実際の販売はサントリー種類、株式会社が行っている。発売当初はサントリー種類、株式会社が製造、発売元となっていたが、2014年10月1日に行われたグループ会社内の組織変更に伴って、 サントリー種類株式会社のビール部門が分割されてサントリービール株式会社が設立された。これによりビールテイスト飲料である本品はサントリービール株式会社の扱いとなった。また2015年1月1日付でサントリービアスピリッツ株式会社がサントリー種類株式会社に称号変更されている3つのゼロを実現した。 アルコール分0.00%のノンアルコールビールテスト飲料である。ファインゼロの後継商品に該当する。ノンカロリー、糖質ゼロだけでなく、テープリン体であることによる健康志向や同時期の猛暑による需要拡大により生産が追いつかず、発売1週間後に発売を一時休止すると発表。その後生産体制を整え、 販売休止から4週間後の9月7日に販売を再開した。このこともあり、ノンアルコールビールテスト飲料では、後発品ながら発売開始から1年間で、同分野での累計販売金額においてナンバーワンのブランドに躍り出た。その後も好調な販売実績を保持しており、同分野での累計販売金額において、2011年から2015年の5年連続で、 ナンバーワンブランドの座を保持し続けた。他社のノンアルコールビールテイスト飲料同様、アルコール分0.00%なので法律上の問題はないと説明しているものの、未成年者がアルコール飲料を飲むことの誘引する恐れがあることから未成年者が飲用するのを推奨していない。2 0 2 3リニューアルまでの原材料、西部、山口智子が出演するアクティブな休日編。 および、休館日編にて使用されている。霧島カレン、黒木春が出演する、母と空と私編にて使用されている。2018年2月から12月まで使用。ただし CM では、ボーカル部分は使用されず、イントロ部分のみ使用された。2019年2月より使用。ありがとうございます。